こんにちは、ポンのようです。スプラトゥーン3、サイドオーダー続きからやっていきたいと思います。さっきまでさ、姫ちゃんが私の周り飛んでたんだけど、いなくなっちゃったんですけど、姫ちゃん、姫ちゃん、姫ちゃんは私を置いてどこかに行ったのかしら。あ、出てきたどこに行ったんでしょう、どこに行ったんでしょうか。ということで話しかけますって、リトライがね、できる。あれ？あれ？なんと、真珠が足りません。そういうシステムだったのね。そういうシステムだったのね。っていうことはまた、最初からやれよという。わお。じゃあ、やるしかないか。じゃあ、やっていきます、やっていきます。何度でもチャレンジしましょう。ほんと。待ってるよ、オーダー。あ、また1からということでね。どうしよう。どうしよう。このホーミングって何？メインウェポンが。そんなんしなくても当てられるよね。それはそう。それはそう。ボムたくさんあると倒せるとかそういうのもあるのかな。普通に考えたらね、インク回復あるのがいいよね。入る。スリーバッチのフロアだって。さ、サクサクやっていくよ。サクサクやっていくよ。サクサクできるかわからんが、サクサクやっていく。うわー、あ、まだあっちにもあるのか。届きません、届きませんよ。はい、逃げながらね、逃げながら。あっ、なんかいっぱい出てきた、なんかいっぱい出てきた。ここが一番あれだね、逃げるとこないし難しいね。ああ、落ちてきた、落ちてきた。ああ、なんだなんだなんだ。ああ、怖い怖い怖い、いて何かに当たった。何、アーマーゲットだって。あ、飛んだ飛んだ。あ、すごい周りね、なんかクルクルしてる。これダメージあれかな。おお、よし、いけた。ちょちょいのちょいさ、ちょちょいのちょいさ、4回でダメだったやつが何を言うって感じだけど、ちょちょいのちょいさ。音波ダメージって何？だけどこれだな、スプラッシュボムが強くなるってことでしょね。うん、これが良いです。打ちっぱなしのフロア。打ちっぱなし。ゴルフ？ゴルフ？え、なんだなんだ。ほい。だったら、ひめちゃんもういいよ。下ろして。下ろして、降りる。降りるよ。そうか。打てばいいんか。何してんだ？インク、インク、インクしとこ。どこにある？あ、ここはインクがつかない。あ、暴れ回ってる。何かが暴れ回ってる。どこ行った？タマさん？あるね。こう、こういうこと？こらこらこら、早く早く早く。なんでそっち行く？あいつ気分やだな、あの弾。えい、あれ
どっか行っちゃった。なんで帰ってったの。ダメだ、目の前にあるもの楽しいからって撃っちゃいけない。なん振り出しからだ、振り出しからだ。何をした私は一体。よく分かっていない。お、行った行った。だいたい行け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 。飛ぶ、うー、よし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 、行った行った。敵ないから楽ちんだよ。早く早く、あ、乗ったゴールからねスタートに戻るというねさすがゲームベタのプロはやることが違う次なんだろう、簡単、普通。イカロールアタックはねだからいらないんだよ、私できないからさこれこれこれ、ラッキーボムの確率上げようか。うん、入る。リフト床のフロア、リフト床、プロペラヤグラを運べ。うん、あー、これがリフト床って言うんだ。早く早く、来る前に、来る前に、急げ急げ。あ、これ塗っとかんと。インクがない、インクがない。で、塗っといて、ここで、あ、当たんなかった当たんなかった、あの子に。あ、最初カモに来た、最初カモに来た、急げ急げ、来ない間にインクがない。よし、いけたインクのゴリ押し、いけたね。あ、次爆発吹き飛ばし。何、インクボトル確率、これこれ欲しいね。移動、あ、スペシャル溜まるのもいるよ、いるいる。ここにしよう。うん、さあ、スリーバッチのフロア、逃げる敵を倒せだって、逃げる敵を倒せ。うん、あの子ね、あの子はさ、ふい、よし、やだな、敵が厳しいね。姫ちゃん頑張って。いけた？よし4回クリアできたよ。なんで4回でダメだったんだろうね今日はいけたぞ。次、移動インク回復いいな、スペーゾー。これ2個もらえるの嬉しいね。2個もらえるのすごいいいと思う。普通、普通ならやろう。うん、入る。飛び込み台のフロア、何、飛び込み台のフロア、エリアを守れ、エリア。このインクの感じでエリアなんていけんのかなで、とりあえず塗って、濡れるところを塗って、なんだ今の泡みたいな。で、ここにいわゆる釣りのぶせですよ。いわゆる釣りのぶせじゃないのこれ。ここに来たところを、あー、上からガーッとこう奇襲をかける。でもこちらの方が
数が少ないからできない話だけど。いけた？いけたいけた。やりました。やりました。これで一加速が、一加速が上がる。よし、まずは5回突破だ。クリアした時に真珠がもらえましたね。この塔5回をクリアするといろいろ得点があるんです。へえ。5回をクリアしていればその後塔の外に追い出されても次チャレンジするとき最初に500ネリコインがもらえますよ。もうさらに5回で必ず自販機コーナーが出るようになるんです。一息つけそうじゃん。それならなるべく毎回5回は突破しておきたいね。5回にすら到達できない私がここにいます。このままモードをぶっ飛ばしてしまえば関係ねえけどな。なあ8頑張ろう。お、見ろや8。何？あ、自販機コーナーだ。うん、買ってみよう買ってみよう。ネリコインがあればライフを回復したりカラーチップを買ったりできますよ。あとサブウェポンやスペシャルウェポン、今の別のものに交換することもあるんです。いいねいいね、行ってみよう。そしたら自販機入る。お、あれが自販機か。何言ってるか気になるね。気になる気になる。買い物する。ドローンスプラッシュボム、射程アップいんね。スプリンクラー、スプリンクラーはさすがにいらん。スプリンクラー、スプラッシュの方が強そうだけどね。これだ。綺麗になくなった。綺麗になくなった。あ、それで買い物終わったらエレベーターに戻ればいいんだね。何これ、インクネバネバ。これいいやん、これいいやん。吹き飛ばし。これもいいけどね。簡単でしょ？難しいでしょ？難しいよね。私、クリアできる気がしないんだよな。とりあえず上に登るためには簡単にします。参りましょう。あ、飛び石のフロア、プロペラ矢倉を運べ。面白いね、この景色もいっぱい作り込まれてる。鑑賞タイム。あ、これはさ、この間やったくない？同じのやった気がする。であいつが当たってきたらね、落ちるんだよ。そう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 、ちっちゃくなるから。先に倒す。敵いないよね。いるんかな。いけた。爆発吹き飛ばし。何が爆発になるんだろう。あのスペシャルのやつも爆発なのかな。空き地のフロア、イカダッシュ。メイン連射速度。これはいるだろう。これはいる。うん。入ろう。逃げる敵を倒せ。またあの一輪車の子ね。結構数いるね。
ダメダメ、近い。真剣に頑張って撃ってみたけどダメだったね。ダメだった。でも一人倒した、どさくさに紛れて。どこにいる？あそこにいる。よし、でもちょっとダメージが当たんない。当たりません。当たりません。当てられません。難しいよ。スペシャルで上手に使えない、本当に致命的。サメライドがいい。エイム関係ないからね。ん？次のほら、なんかついてねえか。何がついてる？あ、ボーナス付きのホラーがありますね。何ボーナス？カラーチップフィーバーがボーナスチャレンジのどちらかが発生するんです。パレットの、一つ系、一つの系統のカラーチップみたいだよ。フロアのお題とは別に追加のお題が出されるんです。いっとこうか。難しい。だって、いやー悩むね。難しいわ。クリアできるかわかんないから悩んじゃうけど、入ろう。また水というか、サポートカラーチップフィーバーって何？どうやって見るの？あ、これか。すごい。インク回復速度、めっちゃある。あ、これそしたらさ、もう塗りまくってたらいいじゃん。塗りまくって、この辺塗りまくって、インクネバネバさしといて、来るとこ全体的に。で、一回ちょっと減らす。来そうなところには仕掛けといて。すごいね、地雷になるんだから。ああ。えい！落ちちゃった。どっから来るか。おい、来た。なんか飛んできたで。飛んできた。よし、いけた。だいぶ増えたね、コイン。次のフロアだけど、明らかにこれまでと様子が違う。なんだか嫌な感じがする。次の10回でいわゆるボスが現れるはずです。なんでそんなことしたの、イダちゃん。ってやつがいるってことが無理はすんね、ハチ。無理すんなと言われても、行かなきゃいけないわけだからね。入りましょう。ボスを倒せ。ああ、倒せんのかな。タマコロちゃんっぽいでかいのがいるの気をつけろよ、ハチ。これってこと？これは圧倒的じゃないの？何？なんだ。なんか撃ってきてるぞ。あ、ダメージ入ってる。ね。あー怖い。踏まれる。逃げる。怖い。
中身出てる、今のうちに。これ、これが中身なの？遅かった。ちょっと距離取ろう。あれか、あのお顔をしたらいいのね。あのお顔をしたらいいのね。届かないよお顔。お顔からさあ、出てきた出てきた、あの可愛い顔、可愛い顔、あ可愛い顔からスプラッシュボム出してくるんだから。ドドドドド、今いかん、今いかんよ。こっちはダメだよ、インク塗ってないんだもん。いけー。何バンパーが増えた、何バンパーって、何これか。あ、この子がこれにぶつかったら跳ね返るとかそういう感じ。あああああ、怖い。やだー、うわー、いけいけいけ。ちょっと塗っとこう、うん、射程が欲しい、もうちょっと。ここで一個倒す、倒しとこ、さっきこっち、ほい。なんか来た、届かない。あ、そうなんだ。怖い怖い怖い。はい、ディスクパーツゲットした、ディスクパーツゲットした。よし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 。何、あ、メガホン打ってくれた、ナイス姫ちゃん、ナイス姫ちゃん。いけ姫ちゃん。あ、また爆発する。爆発するね。えい、えい、あ、姫ちゃんだった。何に攻撃しようとした今。私は姫ちゃんに攻撃しようとしてた。どこよ。今な、中身、中身出てるって。どこが中身なんだ。わからんけど。なんせさ、そんなに移動するの早かったらさ、わわわわわわ、怖っ。よし、いけた。どこ、うん、あ、いけた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 。鍵ゲットした、鍵。閉じこもりと反発のほら、あの子閉じこもってたんだね。うん、増えた増えた、990まで増えた。500ももらえたんだ。なんとかなったの8。なんだったんだあれ、なんだったんだあれ。うん、やつが落としたのロッカーの鍵。なるほど、各パレットで特定のフラを初めてクリアするとそのパレットに対応する鍵が出現するようですね。じゃあ他のパレットで10回をクリアしたらまた鍵が出てくるのか。その通りです先輩。ただこのパレットでもまだ鍵をゲットできそうですよ。おお、まあそっちは先へ進めばそのうち見つかるだろう。また自販機がある。自販機があるね、いらないと思ったら自販機行こう。さあ、何が売ってるかな。うん、遅くした敵ダメージ、うんうん、うんだよ、いまいちよくわかんないけど。
ないよりはある方がいい。行こう。なんか見覚えある。なんでだろうね。さあ次、突撃ダメージサメライダーエローライフで持ってないじゃん待ってない。ヒメトロン、これ大事だと思う。これでも欲しいけどね。クリア報酬がこっちの方がいいからこっち行ってみよう。こっち入る。周り来るデコボコ床。そういえばさ、これって何階まで登るんだろう。飯田ちゃん助けるときはさ、10回だったけど。とりあえず山転がしして、いやー怖い怖い。なんか敵が遊んでるよ。たまで今見てたけどさ、ほら遊んでるよ。ちょっと遊んでます。ちょっとそれは困る。こう打って塗っといて、こうやっといて、あいつちょっと遊んでる子、こらこらこら落ちた落ちた。遊ばないで。玉転がしして遊ばないよ遊ばないよ。あ、そうじゃダメよ。ふい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 。どこ行った、玉なに、向こう行っちゃった。帰っといで帰っといで。あー飛んじゃった。なんか姫ちゃんがほらヨットとか言ってなんかしてた。何してたんだ。早く早く。ほら押してあげるから。おう、おー、なんだ今の、なんだ今の。姫ちゃんが叫んでたよ。姫ちゃんが叫んでた。うん、可愛い声で叫んでた。ドローンバッテリー難しいわ。ダメだこれいいじゃん、撃破インク回復。これいいと思う。うん、これがいいよ、これがいい。参りましょう。折り返しのフロアだって。ボール運べ。またボールかまたボールか。上の方から行った方がいいよ、こういうのはね。ね、ある程度ね、ボールにも戦ってもらうのが大事なのではないかと思うんですよ私。ほらボールと遊ぶじゃん敵が。ほらいじめないで私のボールちゃんをいじめないで。どこに運べばいいかよく分かってないんだから。ダメよ。よし、あと少し、最後まで気を抜くなよって。どこにあるボール分かんない。あそこで、またあそこで遊ばれてるやんあそこで遊ばれてるやん。どっかにいなかった。ん、もう一発撃ちたかったんだけどな、撃たせてもらえなかった。よし、増えた、お金増えて撃破インクかよ。これは嬉しいよ。あ、一足増えるって
二度インク回復。何これ、ラッキーコンボ。アイテム欲しいね。だけどそもそもインクが足りないもんね。インク足りない、まだインク足りない。このさ、コレクションって何？あ、なるほどなるほど。突然ね、見たくなって見ちゃうっていう。ここ入ろう、ここ。またまた、この敵を追いかけるやつさ、案外難しいよね。ダメだ、奇襲作戦失敗。おお、成功や。ほい、なんだ、当てらんない。とりあえずここ登って、あ、姫ちゃんがボム投げてくれてる。どこにいる？あ、おったおった。誘導、よし。どこにいる？あと一匹は。今そこに見えたぞ、チラッと。やっほーできた。いいねいいね、動きもある砦のフロア。オッケー。お？次のフロアか、なんか怪しいのがついてんぞ。あ、トラブル。これがついてるフロアに入ると何か良くないことが起こるらしいよ。入りたくないな。マジかよ。じゃあ選ばない方がいいのか。とはいえ、選ぶまではトラブル付きのフロアがだんだん出やすくなっていくんですよね。うそーん。うそーん。で、後回しにしてきつい時に出てこられんのも、それはそれで面倒くせえな。まあ、試しに選んでみて、ダメそうなら練りコイン使ってエレベーターに戻ってくるのもありだよ。そういうこともできるんだ。オッケー。勝ちどうするか。お前に任せた。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできると嬉しいです。ぼのやでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。